本日はお忙しい中お越しいただき本当にありがとうございます。はじめにこのような機会を作っていただいたオリックス球団の皆様、本当にありがとうございます。皆さんの前で喋るの今日が最後になるかもしれないので、全て伝えたいと思い、自分もちょっと手紙を書いてきましたので、よかったら聞いてください。オリックスバファローズに入団して19年間、長いようで短く感じた時間でした。しかしその時間は本当に充実していて、僕自身を成長させてくれた最高の時間だったことに間違いありません。2010年にホームラン王になったこと、2014年最後の最後に負けて優勝できなかったこと、2021年からの3連覇、日本一、本当に最高の思い出です。苦しい練習や試合に勝てなくて辛い時、ファンの皆さんの声援のおかげで前を向き進んでいくことができました。皆さんに助けられ、支えられ、背中を押されました。今シーズンで僕は引退しますが、まだまだ才能ある選手たちがたくさんいます。どうか僕にくれた声援を彼らにもお願いします。彼らはそれに応えるために必死に頑張ってくれます。そしてもっと強いオリックスバファローズをまた作っていってください。最後にこの場をお借りして家族に、お礼を言わせてください。お父さん、野球を始めてから土日は休みたいのにずっと野球に付き合ってくれて、しっかりと野球に打ち込める環境を作ってくれてありがとう。お母さん、強い体に呼んでくれたおかげで大きな怪我もなく、こんなにも長くプロ野球の世界で頑張ってくれました。この体は一生の宝物です。そして妻へ、どんな時も味方でいてくれて、調子が悪い時は一瞬の間に優しく、時に厳しく、一番近くで聞いてくれてありがとう。心配ばかりかけてしまったけど、愛のおかげでここまでやりきれました。共に走り続けてくれて、走り続けてくれたので少しゆっくりしましょう。長くなりましたが、これで僕の引退の言葉とさせていただきます。19年間本当にありがとうございました。